燃えろ、プロ野球、88決定版、リアル思考を歌いながらも、バントホームランや、3割超え打者がほとんど、さらには4割打者が登場、さらには、無許可による実在選手名の使用と、いろんな意味で後世に名を残した、燃えろ、プロ野球の、88年度版となる本作は、選手のバイオリズム性を導入し、選手の好調、不調を見ることができるようになりました。もともと130戦のペナントレースと日本シリーズを制覇が目的のゲームだけに、このバイオリズムの導入は、一投手では投げきれない、リアルな展開の再現となったのではないでしょうか。さらに、投手は変化球、打者はダウンスイング、アッパースイングの使い分けと、前作に比べると戦略性も増していき、長く続く萌えプロの原点とも言える作品でしょう。一方で、いろいろな意味で問題作となった、前作ほど歴史に名を刻むことは、幸か不幸かありませんでした。しかしこの視点がやりにくすぎです。サッカー、ファミコンの黎明期の作品か?と思った人も多いと思いますが、これファミコン後期に発売されたとは、思えないほどチャチなサッカーゲームです。同じ年にはスーパーファミコンも、発売されているのに、チームを選ぶ画面では、選手の能力も表示されず、この時点で嫌な予感がするのですが、フォーメーション選択画面で、キーパーを入れて、6人しかいないことに絶望します。上からの見下ろし画面ですが、とにかくグラフィックが安っぽく、小さい選手がちょこまか動くだけ、ゴール前では視点が切り替わり、3D っぽくなるのですが、かえって遠近感がわかりにくくなるという、残念仕様。ボタン操作は、スライディングとボールを蹴り出すという、2種類しかないため、パスができません。シュートコースも適当なので、結局一人でボールを持ってドリブルして、ゴールにそのまま突っ込むのが、一番点が入るという始末。確かに値段は安かったものの、これはあんまりでは、というクソゲーです。ベースボールファイター、あの超絶複雑な操作方法で、野球少年たちの心をくじいた、スーパーリアルベースボールの続編で、オリジナルキャラやコンテストなどの、オリジナル要素を盛り込んで、さらに迷走した内容の、野球ゲームになっています。ただ一応、前回の反省をしたのか、多少改善されていて、投球時の高低差が、ゲージで見やすくなったり、送球時はさすがに自動で補給されるなど、前作よりは遊びやすくなったと思います。今作も登場する選手はすべて実名で、さらにオリジナルキャラを、その中に強制的に作成させることで、前作で失った、野球少年たちの心を取り戻そう、という思いが見えてきます。それでも相変わらずの操作の難しさや、それほど高くないグラフィック技術のため、外野フライやゴロが非常に補給しにくく、プロ野球というより、草野球以下のゲーム展開になってしまうことが多い、残念な作品でした。
スーパーリアルベースボール、バックが出した、当時実際にいた、プロ野球選手を実名で出した作品として、当時の野球少年たちは大喜びしました。しかし、その喜びはつかの間、その複雑なシステムに度肝を抜かれました。まず、ホームランが200メートル以上飛ぶという、怪物ぶりに唖然としていると、三振取ったらなぜかピッチャーが、ホームベースに走り込んできて、逆に3アウト取っても来ないことに、突っ込みを入れたくなりました。さらに、守備はバックネット裏の、視点という感覚はいいのですが、視点を変えられないのが痛いですね。それでも、ボールを取って、送球するまでの手順は、かなりリアルに作られていて、慣れるとその感覚が、ある意味、癖になります。慣れればですけどね。懐かしい南海ホークスや、阪急ブレーブスが、実名で登場しているので、当時のファンで、腕に覚えがある、プレイヤーなら戦い抜けるかもしれません。トライアスロン、水泳や自転車にマラソン等、トライアスロンの競技を再現したゲームです。再現といってもリアルさはなく、突っ込みどころが満載のゲームとなってます。スタート時に6人のキャラから選べますが、誰を選んでも能力はあまり変わりません。水泳はボタン連打で進めます。連打を止めると溺れてゲームオーバー。水泳ステージだけで指が限界になるので、連射コントローラー必須です。渦潮やクラゲを避けながら進んでいきます。自転車ステージは操作は楽ですが、やはり連射で加速となります。スピードを出しすぎるとコーナーを曲がれなくなります。マラソンステージも連射で進んでいきますが、なぜか障害物があったり、スケボーに乗ることもできます。スペシャルモードというのがあります。水泳ではサメに追われ、自転車では宇宙空間を進み、マラソンは夜の街で地雷を避けつつ走ります。クソゲーという評価の本作ですが、バカゲーと割り切って楽しめる人には、おすすめできるかもしれません。ベースボール、今や代名詞に数えられるコナミの野球、その初号機がこれです。試合そのものは CPU 設定がはちゃめちゃで、攻撃の際にこちらが投げなきゃ塁を回る、簡単にアウトにできるので、ホームランさえ打たれなければ全部アウト、守備でもバントをしたらあたふたするので、ランニングホームランになってしまいます。コールド設定がないので永遠に続き、と思いきや9回にデッドボールで即終了。一体野球のルールって、なんだっけとなりますよね。高評価がないわけでもなく、ディスクシステムという媒体を活かして、他のチームとトレードできる仕様は、エディット機能を可能にした、現代野球ゲームのベースとなりました。とはいえ、バランスがあまりに悪いので、超強力チームをお互いに作った、友達と遊ぶためのゲーム専用です。エモヤンの10倍プロ野球、セリーグ編。元プロ野球選手、江本武則、エモヤンが、自身の著書から発売が決まった作品です。それまでコースとボールの工程を打つ打撃システムが主流の中で、
後にブームとなるカーソル打ちを先んじて、取り入れた点は画期的でした。ただ25マスもあるコースを打ち分けるのは、至難の業でとにかく難易度が高いです。登録選手数は格段に多く、セリーグだけに絞っていることもあって、当時他ゲームにはない2軍が存在し、オリジナルに名前を変えることができます。さらに、1989年のシーズン途中までを、忠実に再現しているのも面白く、非常にリアルなデータが多いのも特徴です。ただ、理論派元プロ野球選手の求めるものと、野球ファンやゲームファンが求めるもの、その差異を感じるものになってしまいましたね。とにかく勝てないストレスを抱えた、まして対戦モードのないスポーツ、高難度ゲームの時点でクソゲーと認めざるを得ない残念な作品です。